皆さんこんにちは、引きこもりサーバーの時間です。さてさて、本日もどのようなお便りが待ってますか。早速行ってみましょうか。じゃん、ペンネームサンピアさんよりいただきました。サンピアさん、お便りたくさんたくさんたくさんありがとね。もう多分来年いっぱいぐらいの分まで溜まってしまっていると思いますから、すみませんね、本当にお読みしきれずに、ためにためにためてしまいまして、はい、そんなこんなでございまして、サンピアさんの一言も確実に読ませていただきたいと思いますよ。ではでは、本日のその気になるお一言、早速拝見いたしますね。じゃん。おお、これまたマニアックな、マニアックな一言と、そういう感じを、第一印象では、いただきました。そうですね。これどうなんですかね。まあまあ、ちょっと簡単にご説明しますね。ただ、簡単にご説明しますとは言ったものの、これを、このお一言から、その使われている単語を使わずに皆様にご説明するの、これまた難しいですよ。でもまあやってみます。いきますよ。とにかくとにかく、安い安い、とってもリーズナブルな食べ物、チョコやら、なんかスナックやら、そういうものを扱っている昔ながらのお店といったようなものでございます。そこに置かれている遊具といったようなお一言でございますよ。なんとなくそのリーズナブルな、その安い安いチョコやらスナックやらっていう飴やらっていうご説明でなんとなくお分かりになります。すみませんね、たどたどしくて、ついついその使われているお言葉を僕も言ってしまいそうになりそうなので、たどたどしくなっちゃうのですよ。もうあれっていう言葉をもう言いたくて言いたくて仕方ありませんからね。でもちゃんと言わずに説明しておりますよ。そうですね、リーズナブルなものって言ったら、まあチロなんとかチョコとか馬なんたら棒とか、そういったものが置いてあるようなお店でございます。はい、ここまで言うと、ああ、じゃあそういうお店ねってお分かりになられたのではございませんでしょうか。だと信じますよ。そこのお店に置かれている遊具、この遊具っていうところがまたちょっとポイントですよ。遊具ですと結構幅広いですけれども、電子遊具でございます。いろいろな遊具はありますけれども、はい、電子的な、まあそうですね、インデなんたらゲームとかそういったようなものが置いてあったりするじゃないですか。あれです、あれです、ああいうものです。ああいうものが果たしてでもそれでそうなんですよ。果たして今の時代、このその感覚って通用するのです？どうなんですか？ぜひともお教えいただきたいのですよ。そういったお店のそういった遊具で遊んだ記憶っていうのがあるよとか、今も全然遊べるよとか、そうしたことを教えてくださいませ。気になって気になって仕方ございませんから。特にあれですよ、これをご覧の良い子のみんな、良い子の皆さん、良い子の皆さん、本当に見てます？このチャンネル
もちろんのこと、子供様向けのチャンネルなんですけれども、そういった層の方が見ていらっしゃる気が全くしないのでございますよね。もしよろしければそうした小さいお子様たちのそういったご意見とか知りたいのでございますよ。遊ばれていらっしゃいますか？はい、ぜひぜひお便りくださいませ。待ってますよ。それではですね、そろそろサンピアさんよりの一言言ってみたいと思います。もう結構お分かりになられたのではございませんでしょうか。では行きますね。サンピアさんよりの一言、どうぞ。駄菓子屋さんちのゲーム機。